産後の宮さんは貝を持ち帰らないのか？イディアさんのところに預けておく方がいいと思いますから。今の渡津見島には新たな宝物がありますし、それに人々の願いも少しずつ叶えられるようになってきました。ですから貝にはこの瓶の中にある神経を守ってもらって、通りかかった旅の人たちの夢に寄り添ってもらう方がいいと思うんです。アール村から出発するなら、キャラバンシク駅とパルディスティアイを通れば、遠回りだけどスメールシティに行けるよ。なるほどね。途中で何か買いたいものはあるか？好きなお土産を買うといいよ。私が運ぶから。手に持てる限り、どんなに重くても問題ないさ。そんなに送る相手がいないでしょ？ママに、アルベドお兄ちゃん、ジン団長、レゾー、それから、リオナお姉ちゃんに、モナお姉ちゃん、フィッシュルお姉ちゃんでしょ？なんで私を見るわけ？いやいや、なんでもないよ。クレイは、みんなにどんなお土産を買いたい？夕暮れの実の味のキャンディー、それとキノコンみたいに大きな帽子、あとね、あとね、みんなにいっぱい物語の本を買っていってあげたい。でもママへのお土産はまだ決めてない。大丈夫よ、歩きながら見ましょう。お姉ちゃんたちも手伝うわ。うん、ありがとう、お姉ちゃんたち。